午前5時の札幌市内です。これまでに7センチの雪が降り、札幌の路面電車では今シーズン初めてササラ電車が出動しました。真冬並みの強い寒気が流れ込んだ影響で、道北、道央を中心に多いところで20センチ以上の雪が降りました。札幌市内でも朝から雪かきに追われる人の姿がありました。今日びっくりしましたね、こんなに一駅除雪するとね、量多いとがっかりしちゃう、本当に。日中は雪の降り方が弱まりますが、路面状況の変化に引き続き注意が必要です。